今回はあれですか、ショートフィルムを見てくださって、そうそうそう、 TikTok のめちゃくちゃ面白くて、あのみんな見た方がいいですよ、うん、TikTok に6本上がってますよね、はい、あれ1本目見てうわーっと思って全部見ました、はい、あ、レンタル部下をまず、そう、レンタル部下見て、はい、最初あれですか、ツイッターに流れてきたやつを見てもらって、そうですよね、つぶやいてくれて、いや、あれめっちゃ面白かったっすよ。全部見てくださったんですか。いや、止まんなくなっちゃいました、あれ、はい、でもめっちゃ AI の特徴を掴んでて、はいはいはい、最高だなと思っちゃって、っていうかもうあれ多分、はい、普通にあの AirPods とかでできますよね、はい、あれね、うん、GPT がここまで来てるとすごいリアルですよね。あと 2,3 年ぐらいしたら、いやいや、 2,3 年はかかんないですか、うん、だってこれ Siri と一緒じゃないですか。あ、 Siri とこれ連携できるんですよ、はい、どういうことですか。既存のアプリとかをくっつける、はい、自動化みたいな、もともとそういう機能があるんですよ、はい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 、で僕 Siri GPT っていうのをこれくっつけてるんですよ。へえ。だからあの彼女とデートしてるんだけど、はい、次のおすすめ教えてくださいみたいな、はいはい、次なんて言えばいいのとか、コソコソコソって言ったら、あれたまたま公開した日がチャット GPT がリリースされた日だったんですよ。え、あれチャット GPT なしで考えたの。そうです、そうです。マジで、はい、去年の11月ぐらいだよね。へえ、はい、そうでももうまさに、はい、あれそのままサービスインできますよね。ベシャリン、ベシャリンベシャリン本当にあるのってコメント書いてる人結構いましたもんね、うん、じゃあベシャリンっていうサービス作っていいですか。いや、作れるなら作ってください。はい、そうなんですよ、チャット GPT の存在知らずに書きましたね、はい、いや、だから僕はすごいめちゃくちゃあれはその AI の本質を分かってるなと思ったんです。で、あの人たちは AI から解放されるっていう割とこうポジティブなストーリーじゃないですか、はいはいはい、多分ほとんどの人たちはあれに絡め取られると思うんですよ、はい、もう抜け出せなくなると思うんですよ。コメント欄が結構本当に欲しいとかっていう人が多かってでしょ、びっくりしました、ちょっと、うんうん、だからほとんどの人って、はい、ベシャリンっていうのはあの動画を見てほしいんだけど、はい、TikTok の なんてタイトルでしたっけ、君は誰です、君は誰っていうタイトルで、はい、そのチャット GPT とかが出てきたような時代をもう描いたって話があるんですけど、はい、僕はあれを見ながら、はい、すごいよくできてるなと思ったのは、あの人たちはベシャリンから解放されるわけだけど、はいはい、俺たちもベシャリンはやめようって言うんだけど、うん、みんなやめようっても言わずに、うん、そのまま AI にコントロールされる人生になると思うんですよ。まあそれは感じましたね、コメント欄とか見てて、うんうん、でしょでしょ、はい、思ったよりもそんなに世の中の人って頭いい人いないんでいや、僕が思ってた感想と結構違うなっていう感じがしたんです。そうなんです、まあ、簡単なところで言うとチャット GPT どうやって使ったらいいのみたいな、うん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 、だから要はチャット GPT の使い方すら分かんないですよ、はいはいはい、どうやって使っていいのか分かんないわけですよ、はい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 、だからそういう人っているわけ、うんうんうん、いや、そうですね、でも、うん、僕もその危機感みたいなのをちょっとむしろコメント欄とかで感じましたね。で、なんかその大学の講義とかで一回使ってもらったことがあって、はいはいはい、あのこれを見てどう思いますかって生徒たちに感想を聞くみたいな、でそれの感想のコメントが結構チャット GPT で書いたみたいな感想が多かったんですよ。でしょ、はい、でなんかすごくこう危機感を感じましたね。危機感っていうか、実際人間ってその程度のことしかできてないってことなんですよ、はあ、多くの人はそれって、はい、例えば肌の色が黒いとか、うん、白いとか、はい、そういうのもバッとわかるじゃないですか、はいはい、あと身体能力、例えば足が速い、うん、見た目で、うん、あの頭がいいか悪いかとかって、はい、パッと見わかんないじゃないですか、はいはい、で一応ほら学校で読み書き、うん、教わるからそれなりにできるわけですよ、うんうん、会話が、はい、だからちょっと頭弱いかなって思うかもしれないけど、それは随分会話をしないとそれって出てこないんですよ、うんうんうん、でみんな一生懸命見栄を張るから分かってる風になるんだけど、うんうん、なんでツイッターのクソリプって減らないんだろうなと思ったらはい、はい、ツイッターのクソリプ勢は、はい、実は例えば接続詞とかが分かってないんですよ、はい、あ、しかしとか、テニオ派が、テニオ派っていうかしかしとか、あ、しかしってないじゃん、物体が、しかしっていうのは概念、はい、概念じゃないですか、要は人間が作り出した概念じゃないですか、うん、
例えばこれコップじゃないですか、はい、コップここあるじゃないですか、はい、コースターもあるじゃないですか、はい、だからすごい分かりやすいんですけど、はいはい、しかしはこう、うん、そうですね、概念ですね、概念じゃないですか、うん、だから例えばだから、うん、だから小学校でしかし分かってないやつって、はい、学校の2割ぐらいいるらしいんですよ。だから俺なんか学校でなんで音読するんだろうなと思ってたの、黙ってりゃいいじゃんみたいな。だからつまり僕は割とみんなそのチャット GPT 以下の知能しか持ってなくて、あるいはまあ同じぐらいの、だからその論理的思考能力とか、はい、つまり運動はなんか苦手な人って運動するの億劫じゃないですか、うんうん、同じように考えるの億劫な人たちって結構いて、はいはい、デートの時に彼女を喜ばせたいとかって考える、それが楽しいんじゃんって思うじゃないですか、はい、だけどその多分コメント欄見てたらベシャリン欲しいみたいなやつらがいっぱいいて、そうですね昔ホットドッグプレスとかを見てデートで何をすべきかとかを学んだことと結構近いみたいなコメントしてる人がいて、うん、なんかまあもともとあったこととはいえ、その AI から教えてもらうっていうこととそれとの違いってどういうことなんだろうなとかって考えてましたけどね。まあ、ホットドッグプレスとかの記事は人間が書いてるじゃないですか、うん、人間に教えてもらったことをやってるってことと機械に教えてもらってるってことで、まあ、より抵抗感が強いのかなと思いましたね。僕とかはその AI に教えてもらったことを言うっていうことが、いやでも分かんないでしょ、多分 AI と AI じゃないものの区別はある程度の知能以下だともう今すでに多分ついてないと思いますよ。ああそうですね、うん。